どうもこんにちは、ミルマです。空っぽ島にアラリちゃんたちの住むペンギン村を絶賛誘致中でございます。川の鎧と破壊の剣の組み合わせが思いのほか良い。はい、今まで4軒の家を建ててまいりましたが、いよいよというかとうとうついに地形に手を出す時がやってまいりました。全く見当がつかない。動画内でもねちらちら映り込むかとは思うんですが、このペンギン村を作り始める際にですね、地形を一切の平らにしてしまいました。ゼロから始める地形生活大苦戦の回でございますが、作るのはここせんべいさん家とあかねちゃん家の間、川を流していこうと思います。あと手前に橋をつけられればいいかなと考えております。さてさて、はい、水は2段低いところに流すことにしました。1段低いところはね、土手というよりは川べりですね。さて、この用水路をどうやって川にすればよいのかといってもね、自然の渓流ではありませんし、都市に流れる川でもないので、その辺の塩梅ですね、整備されつつ自然の雰囲気を残したものをどうやって作りましょう。ということで、まずは操作ミスなんかをあえて修正せず、適当に叩いたハンマーでできた地形をそのまま流用しようと、あわよくば何かインスピレーションを得ようという作戦からですね。まあといってもね、実際のところ自然は偶然ではなく、気候や水の流れ含め完全に物理の権化ですからね、偶然によって自然が作れるとは思えないんですが、そうは言っても私には何をしていいのかわからないので、まだまだこの偶然戦法には頼ります。で、生み出されましたこちら乱数の舞でございます。当たらない、当たらない。川の蛇行を表現するのにまずは偶然の力を借りました。ここからは逆に真摯に自然と向き合って、自然と寄り添いながら川作りを進めていきたいと思います。蛇行する川の原因調査に乗り出した私たちは、そこにいくつかの複合的なきっかけがあることを知りました。その一つが障害物です。行く手を遮る岩という問題に直面した川は、普段私たちがそうやって揉め事を回避しているように、障害の少ない別の方向へつるりと逃れようとします。そうして軌道修正した新たな流れの向きがやがて対岸にぶつかり、対岸の柔らかい部分を長い年月をかけて徐々に削り取っていきます。これが自然界における侵食と呼ばれる現象です。一方、岩の裏側では流れが緩やかになったことにより土砂が堆積し、やがては完全に埋まってしまいます。川幅は変わらないまま蛇行する複雑な地形はこうして生み出されていくのです。こうやってちょっと自然の気持ちになってあげれば、川の形はいとも簡単に作れます。ああでもこれはいけない。なぜだかわかりますか？そう、この辺りの流れは奥に行くほど緩やかになるんです。ですからこんな風に磨かれた岩は手前に、苔の生えた岩は奥の方に配置してあげましょう。そう、こうやってこう、そしてこうね、簡単でしょ。同じように苔の周りには苔を生やしてあげます。類は友を呼ぶと言いますからね。こうしていっぺんに塗り替えて、そう、よーく色をなじませてください。もちろん岩の下も忘れちゃいけません。こう、こうしてこうね、簡単でしょ。はい、じゃあなんとなく形ができてきたので、水を一旦流してみます。で、流しながらね、ちょっと不自然だなって思うところを修正していきました。で、この盛石がどうやら気に食わないようで、代わりに
流木を置きます。これ今見返してもね、どうしてあの森石がダメでこの流木ならいいのかさっぱりわかりませんが、あの時の自分は何か思うところがあったんでしょう。で結局ね、かなり川幅狭くしました。で土手が代わりに広がったかな。でここも川幅狭くなったところに流木が溜まって後ろに草が生えたっていう感じですね。はい、こんな感じ。ちょっとここはやりすぎた感がありますが、やっぱりね、周囲が平地すぎる分ちょっと盛ったぐらいじゃ土手っぽさは出ないけどね。ひとまずはここで切り上げて、今度は橋作りを始めます。この素材いいね。ただちょっともう橋として完成されちゃってるから付け足しづらくて、今回もうちょっと大きな橋を作りたかったんだよね。3マスぐらいのちっちゃい小川とかならあれがすごくいいかもしんない。で丸太はもう何ヶ月ぶりに使うんだってぐらい久しぶりに取り出しまして、はい、仕様を分かっておりませんが、ちょっとアーチ状にして下に橋桁をちゃんと作ろうかなと思います。でこの丸太はね、橋なら必ずいるだろうと思ったんだけど、意外と使うの難しいね、この素材ね。ログハウスみたくね、みんな丸太ならいいんだけどね。というわけで今回はこれも使ったことない素材なんだけど、樹皮を使ってみます。最初にやったのはこの、なんだろう、これ焦げた系の樹皮。で手すりをつけて様子見、まあこれでもいいんだけどね、もうちょっと不揃いな感じにしたかった。素朴な村の橋って感じにしたかったんで、ちょっと斜めを試してみました。これもね、上から見るとねやっぱ変なんだけどね。というわけでこちらは手すりが欠けてるのは危険極まりないですが、この柵斜めを使いつつ使う量を極力減らしたいということで、ちょっと苦肉の策を使いました。どうしてもこうやって規則正しく並べたくなっちゃうね。でこちらは橋の補強だね。黒木材の壁だったかな。今まで使ったことない素材使うとね、こういう意外に色の好きな素材とか見つかるから楽しいよね。でさっきモノマネというかパロディしたボブロスさん、皆さん知ってますかね。あの本当にいともたやすく、簡単でしょ簡単でしょとか言いながらね、えげつない絵を描くアフロのおっさんですけどね。どうだろう、昔に多分ね BS とかNHK とかなのかなで放送してたなと思うんだけどね。俺もほとんど見たことないんだけど、すげえ面白い番組だったけど、絶対あの人を見て絵やめた人も相当数いると思うんだよね。まあ現実を知って自信喪失するなんてね、誰にでもあることだとは思いますが、今はねインターネットが普及しすぎちゃっててね、井の中の蛙が多分もう絶滅しちゃってるよね。すぐ自分より上手い人見つかっちゃうんだもんね、ちょっとネット検索したらね。大変な世の中です。今の若い子はかわいそう、若いゆえの無敵さみたいなねものをなかなか持ちづらいんじゃないかなって思います。はい、ちょっと色変えました。で今土を使ってるんだけど、人が通るとこにね、あんまり芝が生えてんのもおかしいかなっていうので、人がよく通るとこは普通の土で、それでもそんなには通らないよってとこには苔の生えた土を使いますね。階段のとこも一緒です。周囲は苔の樹皮ですが、往来が多いところは普通の樹皮を使いました。という感じで橋も完成したところで全体見ましょう。はい、ということで橋と川を作ってみました。
ちょっと世界観違いすぎる気はしますが、なんとか頑張ってみましたが、これはススキじゃなくて別に稲でもいいのかなって気もしますね。感じね。やっぱりこれはね、斜めの柵は上から見ると変だなって感じするけどね、角度変えれば素朴な素材感もちょっと出てくれるので割と気に入ってます。とこの辺の盛り土はね、もうちょっとちゃんと考えてやらないとかっこよくはならないだろうっていう気はしますが、それは周囲のね地形を作っていくときに一緒に直していきましょう。でここは明らかにやりすぎなポイント、まあザリガニ釣ってアレテちゃんにかっこいいって言ってもらいましょう。ここかな、釣れそうなのはね。こっちに行けば行くほどあんまりやってないんで雑なんですが、こういう感じですね。でこの先はね、確かね上流は湖があったと思うんで、今度はそれを作るか、あっちの下流の方に川が曲がって農園が広がるんで、それでもいいかなと思ってます。どっちかまた地形を作ってみようと思ってます。いいよ。ちょっとキビを生やしすぎたかな。ということで、この割とお気に入りの橋の前で今回は終わりにしましょう。動画の高評価、Twitter のいいねなどをしていただいた方、本当にありがとうございます。励みになっております。動画のね、コメント、チャンネル登録などもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。